石破総理大臣は訪問先の南米ペルーでボルアルテ大統領と会談し、鉱物資源の供給などをめぐり協力を確認しました。同行する横堀官邸キャップの報告です。日本とペルーが去年外交関係樹立150周年を迎えたことを踏まえ、両首脳は今後さらに連携を強化する方針で一致しました。ペルーは銀の埋蔵量が世界1位となっているほか、EV、電気自動車などに使われる銅の生産量が世界2位を誇る鉱物資源国で、首脳会談後に発表された共同声明には、重要鉱物のサプライチェーン強化に向けた協力が盛り込まれました。また、経済や人的交流など5つの分野での協力関係を強化するため、今後10年間のロードマップを初めて採択しました。日本とペルーは価値や原則を共有する戦略的パートナーであります。ボルアルテ大統領とともに日本ペルー関係を一層発展させていきたいと思っております。鉱物資源の重要な供給源であるペルーは、日本にとって経済安全保障の要と位置づけられていて、協力関係を強化することで資源の安定調達につなげたい考えです。